ちゃ。こんにちは。いや、この本当去年今年なんか深刻だな。深刻です。いやだって物価高が止まらないんですよ。まあ、この8月もあの乳製品だったり値上げしているものもありますし、ただ去年よりもその乳製品とか上がってる品も値上がりしている数は半分以下には減っているんですけど、それでもその物価高騰、私たちの生活身近なところにあるものなので、まあ、電気代もね上がりますし、大変だよな。本当大変です。でも給料上がらない。これだけ暑くてさ、うん、クーラーつけないわけにいかんだろ。いや、そうなんですよ。クーラーつけなくて熱射病でさ、熱中症で亡くなってる人もいるしな。たくさんいるので、国は何をやってんだっていう話だよね。そうなんです。ただ国に入る消費税はもちろん物価が上がってる分、消費税は税収は上がってるんですよね。だから何だろうな。コロナでこう出したやつを回収に入ってるからさ。ああ、まあそういうこともね、なきにしもあらずになってますよね。国がもう少しさ、しっかりしてくれなきゃ困るね。そうなんです。で、これは何も我々のね生活、もちろん実生活だけではなくて、この物価高が野球離れにもつながっているという、そうこともありまして、これ朝日新聞デジタルがもう記事にしているんですけれども、物価高で野球離れの危機感が広がる高校野球2000校アンケートというところで、うん、野球の道具を一式揃えるのがやっぱりちょっと金銭的に厳しいので入部をしないっていう生徒さんもいたりですとか、あと親に負担をかけたくない、金銭的な、それで入部を泣く泣く断念するっていう生徒さんもいたりとか、うん、なんかやっぱその道具の分も上がってるので金額が今どのぐらいかかるのかね。一式揃えるのいくらとか分からないですけど、上がってると感じてますかっていうのに、結構な割合の数の人が上がってると感じてると。これは国が悪いよね。そうなんですよ。いやいや、物価高にするから、うん、でなんか紙幣も買えるんでしょ。あ、そうです、お金変わります。そう、買えるのにいくらかかると思う。ものすごいですね。ものすごい金額かかる。かかります。もう買えなくていいじゃん、そんな金使うんだったら。そうなんです。買えなきゃいけないの、うん、サイズ的に今日本のお札のサイズが世界標準ではないみたいな。いや、世界標準にする必要もないじゃないないですね。いや、だってさそんなに金使うんだったら税金を安くするとかさ、そっちに当ててくれた方がまだいいよね。本当そうです、ね、なんか事情があるわけでしょ、買える事情が。まあ、いろいろあるんでしょうね。いや、あるんだよ。なんか世界基準だとか関係ないよ実は。何かが動いてるんですね。関係ないよだって世界でお金って使えないことはないじゃない、サイズが違うから使えませんなんて。確かに。しかも今電子マネーが多いので。そうだよ、そんなのもう ね、もう削るとか削っていこうよ国も。もうそうですよね、これドルが崩壊するからねこれなぜかというと、ロシア、中国ね、こういうものが結託して、そうなってくるともう輸入とか外交しないってなってくると崩壊だから、まあ、大変とんでもないことになってくる。とんでもないことになるんだから、はい、これはね、本当野球離れっていう話もそうだけども、うん、深刻だよな。そうなんですよね。で、学校としてもやっぱり費用がかかってしまう。どうしても生徒さんの方に負担を賄ってもらうしかないケースがほとんどだということで、うん、このままいけば野球は経済的にかなり余裕がある人だけのスポーツになってしまうのではと、うん、まあそうなってくるですね、はい、で野球には夢がある、やりたい子なら誰でも参加できるスポーツにしていきたいっていうところが、まあ、本当のところなんですけど、まあ、野球はもう文化的なスポーツっていうかさ、うん、国技って言っても過言ではないぐらいの、はい、まあ、昔からのこう流れがあるからね。そうですよね、うん、救済処置っていうのはやっぱ物価が下がって、うん、まあ、そうしていくしかないんだけどね。高野連の方もなんか解決策として、まあ、支援、そう、学校に支援だったりとかできな、これからできないかっていうところも検討していくという記事ももちろん出てるんですけれども、そんな一部やってお茶濁しちゃってしょうがないぞ、ね、お前。そうですよね。いや、まあ、例えばね、高校野球ファン、はい、ね、今いくらで見れるかわからないけど、それを倍にするっつって、うん、例えば入場料、うん、そのしたものを全国の高校生に分配するっつったって足りないと思う。そう、いや、もうそうだと思うよ。世の中の経済高騰が続いてるけども、はい、それを下げるしかないよね。まあ、そうです、そこですよね。もうだから下げるしかない。豊さんの時って、もう豊さん小学校の時から野球もちろんやっていて、もちろん、ね、どのぐらい費用ってかかるものなんですか。いや、知らないよお前だって俺はお前え、バットは自分で買うんですか。わからない、部活。バットなんか小学校なのでそこら辺の木拾ってきてお前振り回してえ、
中学高校部活入るときって入るバットとあとあのバットは学校にあったな。学校にあるからそれを使用するんですか。そうそうそう、高校の時も学校にあったよバットなんか。グラブだよね、グラブとユニフォームとスパイク、うん、あそれと練習用のユニフォームとユニフォーム、あとまあでももちろん新しいものに新調したりもするんですよね。いやいや、それはもう使ってくると劣化してくるからね。自腹ですか。もちろん自腹。バットは違うよ。はい、バットは借りてる。バットは違うけど自腹だよね。大体いくらくらいかかるの。いくらだから、まあ、当時スパイク、うん、もうカンガルーが履きたくてさ。カンガルーってカンガルーの皮ってあったんだよ、はい、いや軽くてさ、はい、で柔らかくて、はい、欲しいなと思ったのはどのぐらいだったら1万円ぐらいしたんだよ当時ね。当時で高いですよね、まあ、結構高かったと思うんだけど、うん、もう欲しくて欲しくてしょうがなかった、うん、練習の時はビニールみたいな、うん、合成のはい、はい、あれを履いてて、それが3000円ぐらいだと思う。あ、じゃあそれ考えるとものすごいやっぱものすごい、だから、だから試合だけのためにみたいな。買える余裕があるご家庭だといいけれども、今だとやっぱり経済的にちょっとうちそんな余裕ない、野球 やめてくれないかなっていうことにも なりかねないってことですもんね。まあ一回買っちゃえば、うん、あの長持ちはさせることはできるけどね、はい、その手入れをちゃんとしたりだとかそういうことで長持ちはするけど限界はあるよね。あとボールってどうなってるんですか。ボールはもう学校だよ。ものすごい数ありますね。いやだってお前俺ら前授業中こうやって縫ってたりとかする時あったもん。嘘、え、ボールの縫い糸が切れるんだよ。休み時間にこうやって一人何個って渡されてこうやって縫ってたりとかする時あった。あ、じゃあこう使い回し使い回し。いや、そうそう、もちろんもちろん。でもそれだって学校側ってね結構お金もかかるでしょうし。いや、かかるよ。そうですよね。で実はこの、あの朝日新聞デジタルの記事のヤフーのコメントで、あの芸人のレッド吉田さん、はい、野球大好きですけれども、コメント欄にコメント出してまして、はい、確かにやっぱり野球はお金がかかりますと。グラブ、バット、ユニフォーム、スパイクで、グラブには内野用、外野用、からキャッチャーミット、ファーストミットなど、中学のクラブチーム、高校などは T シャツ、バッグなどチームで揃えるところが多い。遠征代は数万から10万を超えることもあるというところで、で我が家の子どもたちはバスケ、バレエ、サッカー、野球、数々のスポーツに携わってきましたが、トータルでかかる費用が多いのが明らかにやっぱり野球が一番。親の負担を考えたら本当に大変だと思います。多かれ少なかれ野球人気減少にもこの物価高影響しているのかもしれませんよねって、あのコメントをコメント欄に練習だね入れてるって。ベッドじゃん。はあ、あ、やっぱそうなんだ。いや、かかるかかる。遠征費もそうなんですか。遠征費もかかるよな。めちゃかかりますよね。甲子園に出るとなるとやっぱり OB の方とか、まあ寄付が集まるからね、うん、まあその中でこうやりくりするけども、揃えたりだとか、まあ、それだけじゃないからな。やっぱりもちろんその対外試合に行って、うんうんうん、まあ、1人いくらかかるとか、うん、まあそういうので行ってたりともするのかね。俺らはね、の時はそんな負担なかったんだ。あ、そうなんですね。だと思う。親に聞いてみなきゃ分かんないけど。で、うちの子供たちサッカーやってるけど、はい、でもかかったら。やっぱかかる。いや、かかる。ブラジル遠征とかあるんだな。え、みたいな。え、ブラジル遠征は、それはその各自かご家庭負担になる。それは飛行機代とか、こっちが持つ。そうなんですか。で、参加者は、みたいな。参加させないわけにはいかん。いや、そうなりますよね、親としては。だから何十万ってかかるって。それどっかから出ないんですか。出ないんだよね。いや、だからまあそれはお金がかかることはかかるよ。まあまあそうですけどね、うん、まあ物価高っていうのがな。そうなんです。バブルがもう一回来ないかね。ねえ、あの時にも本当そうですね。あれ知ってんの。私中学1年、小学校 6年だからまだ感じることは、ね、はい、できなかったと思うけど。恩恵は受けてないんですよ。まあバブルの時は良かったな。もうね、だからそこら辺歩いてるおっさんにこのグラブ欲しいんだけどって、お、買ってやるよみたいな。そんないい時代だったのか。そんな感じがするぐらいの、あれだよね。だってタクシー乗るのに1万円で行けるとか3万で行ってって、そんな感じの時代だったから。止めるのにみんな万札振ってたって言いますね。まあ、そうそうそう、まあね、まあ、そういう話もあったんだよ。そんな時代にならんかね、もう。そうね、ならないでしょうね。ならないな。ならないでしょうね。もうバブルは来ないかもしれないけど。でサッカーとかはやっぱりそのボール一つがあれば、まあそ、まあ、スパイクとかね、スパイクとかお金はかかるけど、用具がないと野球ってできなかったり、そんなにそのやっていく上でやっぱりいろいろお金がかかるってなると、ただでさえあの野球
をする人口が減ってきてる、他のスポーツも普及してっていう中で、ますますくなりたやりたくてもやれないお子さんたちが出てきてしまうのは寂しいなっていう。まあそりゃそうだな。いや俺に解決策って言われてもやっぱ国がやっぱしっかりしないとダメだよね、はい、このままではやっぱ生活していけない人たちが、うん、まずは生活が大事なわけだから、はい、これは難しいよ。難しいですね。高校野球甲子園とかってスポンサーってついてないじゃないですか、企業の。それはそのアマチュアだし、だから遠征費とかも学校負担、保護者負担、OB 負担で寄付でってなる。でもスポンサーをそこにつけて一切じゃあフリーで来ていいですよってなると、それはそれでそのアマチュアスポーツをお金とか利権のためにってなっちゃうからダメってことなんですよね。まあそうだよな。だからもう修学旅行はやめよう。やめる全部で、はい、全部でやめましょう。そしたらまた観光庁がまた文句言うかな。でもなんか修学旅行は行きたいです。スポーツを反映させたいか、うん、修学旅行の思い出が欲しいか。でもいや行けてないんで修学旅行の思い出が欲しいです。そうか、はい、修学旅行も金かかるからな。積み立てでな。積み立てでかかるんです。でもその積み立てしてる部分で野球できるんじゃないの、うん、野球やりたいことは。待ってこと。でも野球は毎日じゃない、うん、修学旅行って一瞬じゃない。そう、でもその一瞬の、ね、思い出が欲しいんですよ。そうか、そうなんですよ。でもグラウンドでキャンプ張らして、やだやだやだ、やっぱ行きたい、どっか遠くにみんなで行きたいっていう。いろいろね、お金って無駄が出てるんだと思うんだよね、うん、いろんなことで、うん、はい、だからそこを切り詰めたら多少は出るかもわかんないよね、うん、そうですよね、うん、あとスポーツ庁とかでも、まあ、もしかしたら今実際にお金がそういうところに出てるのかもしれないですけど、例えばそういう国でスポーツ庁がちょっと、まあ、支援だったりとか、まあ、野球に限らずですけれども、何かそう手を差し伸べられる、うん、まあ、安く作れる方法ってないのかね。ですよね、まあ、メーカーがしっかりしてるから野球の場合って。メーカー立ち上げるかな。豊さん通常より半額ぐらいのグローブとか、うん、はい、バットが作れたら、あ、それはいいことですよね。それはもう飛ぶように売れるんじゃない。そうですよ、そうですよ。なんかメーカー豊かっていうメーカーにして、かなんかアルファベットで。ちょっと名前は俺に任せてくれる。はい、いいですよ。なんかナイキとかアディダスとかミズノとかあるので、なんか商売系があるのかね。いやいや、なんかすぐそこになんか行っちゃうの。いやいやいや、でもそれがね、半額で提供できるんだから。結局高いものを安く買えるっていう方法を見つけ出さないと、なかなかこう野球バネもするし、そうです、現在野球やってる人たちだってグラブが欲しいのに買い替えられないから、そのまま我慢して使ってるっていう選手ってたくさんいると思うんだよね、うん、はい、でも手頃な値段で買えるんだったらそれ買うんじゃないかなっていう気がする。そうですよね。なんかいい策ね、皆さんもなんかあったら。そうだな、うん、だからなかなかその物価高が止まらないからね、食べるのもなんか切り詰めることになってるでしょ、今。そうですよね、上がってるので値上げで、うん、だから原材料費もね、物価高騰で、スイカとかパスモか半導体かまたね、あと入ってこないとか、中国が輸出規制かけてるので、パスモとか作れないって今なってるので、まあ、そういうところだったりとかもあるんでしょうね。別に半導体と関係ないですけど。だから卵だって高いんでしょ。何ですか、卵。卵、そうっと。いや俺さ、この前パン買ったんだよね。はい、女房買ってきたんだよ、はい、で女房と話したのがさ、うん、俺あのブドウパンが好きで、はい、美味しい、美味しいです。中にマーガリンが入ってるやつ。あ、超美味しいですよね。でこうやって見てて、はい、5つしか入ってんの、ブドウが。あれ5つだったら値段は変わってないんだよ、はい、これ1個減らしたかみたいな。なんかあれ、そう、そう、ありますよ。そんな感じだよね、値段をそのままに据え置きにして、うん、数減らしてるみたいな、はい、グラム数減らしたりとかしてます。そうなんです。すごいよな。だからお国の人にやっぱしっかりしてもらわないと、うん、そうですよね、うん、生きていく上で、うん、これ大変な社会になってきてるからね、はい、まあ、安くで提供できるようなものが作れるんだったらいいけどな。そうですね、うん、子供たちの夢がそういうので一つ減ってしまうっていうのが選択肢が。そうなんだよな、うん、だから野球やりたい子っていうのはたくさんいると思うし、はい、まあ、野球もサッカーもやりたいって、うん、そうなってくると、うん、やっぱどっちかにしてっていう風になってきちゃうもんな、はい、お稽古ごとにしてもね、月謝が高いから、うん、一つ減らしてとか、でガソリンもかかるから送り迎えはあなたたちちょっとバスで行ってくれるとかな。そう、ガソリン高騰してまたここ上がってきたんで、めちゃくちゃ高いめちゃくちゃ高いですよ、まあ、
ちょっと結論は出ないけども、まあ、だけど本当に森内が言うように、うん、子供たちの夢があるんだったら、はい、それに協力できるような世の中になってほしいよな、うん、本当そこですよね、はい。